じゃあ次リミちゃん、しょうちゃんは何をくれたんでしょうか。なんでしょうね。うーん、楽しみだね。しょうちゃんは何を選ぶんだろう。でもなんかリミが好きそうなのを詰め込んだ感じ。うん、なんかもうなんか好きって確定してるものだけを買いました。なるほど。冒険はしなかったね今回は。お、これはね、あの赤いなんか無地の筆箱なんだけどね、うん、これ開けてみ中どんな感じ。見て、ひよこ。そう、こんな感じでね、中が黄色になってて、ザ・プーさんだなと。確かに、しかもなんか口がいっぱい開いて使いやすそうだね。そう、マジでなんかね、私こういうなんか前も言ったんだけど、タバコってこうガバってあの開けて、うんうん、置いといてこう出し入れしやすいのが好きなんですよ。確かに。だからね、同じ血なのでリミもそうかなと思って、うん、リミちょっと下に置いてみて。ほらこれ超よくない。あーすごいね、仕切りもね、うん、2つで3つに分かれてて、うん、もうマジですごいな、いいなと思って。はい、いいじゃない、リミちゃん。プレゼントしました。はい、4年生使う。4年生使う。はい、じゃあ次ね。私もさ、6年生の筆箱どうしようかなって悩んでるね。あ、プーさん、やっぱプーさんで来ましたね。そうなんです、もう2個いた時点でね、うん、分かると思うんですが、今回はね、プーさんで行きました。もう確実よね、リミが好きなの。そうだね、うん、海といえばプーさんみたいな。だからね、そうなの。だから今回は冒険はせずにね、もうなんかチャームだよね、なんかにつけられ、あ、筆箱につけられるかもよ、リミちゃん。そう、チャームだからどこにもつけられるし、ね、どこにでもつけていいっていうことだよね。ランドセルにつけてもいいし、うんうんうん、革にもつけてもいいし、この筆箱とかにもつけてもいいし、うん、なるほど。あと意味なんかある。あと部屋とかにも普通に飾れるじゃん、うん、チャームだから。確かに。リミ、どこでも筆箱につけられそう。つけるお、いいじゃん、いいじゃん。なんかますますプーさんっぽくなったね、この筆箱が。だねおー、プーさんだ、色が色がかプーさんなかったね。ママもちょっと見たけど、いろいろ、うん、筆箱はプーさんは実はなかったんですよね。もうね、店の半分が閉まってて。そう、もうだってあと2日で終わりだからね。だから本当に手前半分しかなくてね、物、うんうん、が。プーさん人気なのかさ、全然もう売れ残ってなくて。そうなんだ、売れ残ってるのかね、ほんと少なくて、うんうん、その中から選んだ感じなので、ね、プーさんを。はい、はい、じゃあリミちゃん次開けようか。まだ入ってる、こちらはですね、プーさんのね、うん、お茶碗と、うん、なんかコップっていうのかな、なんかお茶碗と、うん、も味噌汁を入れる、なんかお椀か、お椀。そう、お椀ですね。このセット、おー、かわいい。そうなんです。あ、こんな感じ。はい、へー。で、お椀は、ね、こっちがプーさん、こっちがお茶碗か。こっちがお茶碗になる方がね、あ、かわいい。それをね、こうかぶせるとね、うん、こうか、こう逆そうそうそう、そうするとね、え、こう、そう、そうするの。あ、なるほどね。そう、だからね、うん、上の黄色いやつの柄が、なるほど、こうなるのね。そう、柄が反対なの。なるほど。かわいいでしょ。こんな感じです。え、かわいいじゃん。かわいいでしょ。え、リミちゃんにね、かわいいじゃん。大きさ的にもね、そう、何かなと思って。かわいい。かわいいよね。これでご飯もいっぱい食べられるのに。で、こうやるとね、柄が、おー、かわいいね。そう、これなんかね、いろんな種類が、ね、はい、あって、こんだけ、はい、で、こんな感じでね、お味噌汁とご飯、茶碗になるということですね。へー、かわいいね。かわいいでしょ。プーさん残ってたね。そうなの、だから、ね、あとね、もう2、3個しか残ってなくて、うん、で、見たらプーさんが残ってて、ラッキーと。すいません。はい、じゃあ次リミちゃん、まだ入ってた？多分ラストです、ね。ラスト。おー、なんかでかいよ。リミ？もうディズニーって書いてますね。もう常にディズニーって書いてある。なんだろう。開けてみようか。おー、何これ？見てください、この
キャンパスボードみたいなやつ。かわいい。え、超おしゃれでしょ、うん、この赤。こういうの自分じゃ買わないような感じなんだね。これはね、ここにね、うん、お部屋にね、飾っていただきたい。なるほど。リミちょっとおしゃれじゃない？つけてごらん。そう、こんな感じで。下だ、もっと下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 。もうちょっと下じゃないと入んないね。この辺、この辺。そう。こんな感じで、うん、こうなるわけですよ、壁に。なるほど。こうやって貼ると、可愛い部屋になるって。いいじゃん、リミ。超おしゃれじゃない？うん、おしゃれ。可愛いですよ、おしゃれなのに、おたかつができるっていう。超やばい。おたかつすごいね、リミちゃんやっぱプーさんだもんね。好きなのね。今回はね、うん、プーさん尽くしにしましたよ。可愛くなるよ。部屋絶対いい感じになると思う。そう、絶対いい感じだよ、これ。一個つけるだけで。マジでいいから、絶対。OK。うん。あとさ、リミがさ、あの、この前プーさん絵描いたじゃん。あれも額に、うん、額に入れて飾ろう。そしたらプーさん部屋になる、ちょっとずつね。ちょっとずつなんかプーさん色に染まっていくよ、リミの部屋が。ね。はーい。はい、ということで今回はね、パセリじゃなくてセロリ、あ、パセリかセロリパセリ、パセリハウスで買ってきたね、ものを交換してみました。プレゼント交換ですね。ということでね、超安かったんですけど、はい、でもね、可愛いものもいっぱいあったんで、皆さんもぜひ行ってみてください。もう行ってもないからでも違う店舗にある。ああ、そういうことね。ということで、はい、それではバイバーイ。グッバイしようね。ポスターしよう。それ好きね、リミ絶対言うよね。言うね、最近。バイバイ。セイキンさんみたいなね。確かにやってそう、やってそう、ここ、ね、あ、やってそう